まだかかりそうだなぁ。そう、ここは現在建築途中の、アベル相談所である。まあ大変なこと始めようとしてるのか。新しいことに挑戦するのはいいことやで。へへ、わかってるじゃねえかめめ。まあ、まだ誰も相談に来てないんですけどね。同時で。いや、普通に考えて、またのに家も建ってないのに誰が相談に来るんだよ。はぁ、真実に気づいちゃったやで。こんな寂しい家に人なんて、クモ、お前が最初の相談者になってくれるか？そうだよな。家の内装はベッド一つ、そして相談する相手はアベル。条件最悪なんだよな。終わってるやで。なんだとてめえら言いたい放題言ってくれやがって。あ、クモさん相談ですか？悩み事なら何でも書いて。何すんじゃおらマジで何してんだこいつ。初めての、相談かと思ったのに、じゃがいも馬。すみません。え、誰ですか？エンダーマーン。まさか相談に来たの？最初の来客はエンダーマンだったやで。どんな悩みでも解決してくれる。何でもやと聞いてきたんですけど。はいはいお待ちしてましたよ。ささ客人、上がってくだせー。どんな悩みを抱えてんだ。それでは、まずは自己紹介と相談内容をどうぞ。僕はエンダーマンのエンです。昔から肺が弱くて、最近になってそれが悪化してきたんです。ふむふむ、なるほど。そこで、新たな肺を見つけてきてくれませんか？はい。いや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 、最初の相談にしては重すぎない？アベル、受けるのかやで。確かに、なかなかにハードな内容ではある。しかし、俺に相談しに来たお前を見捨てるわけがない。その依頼、引き受けよう。本当ですか？ありがとうございます。ごほっごほ。なるほど、事態は結構深刻みたいね。辛そうやで。それじゃあエン君、このベッドに横になってくれる？はい、わかりました。よし、これで少しは楽になるだろう。いや、この体勢何？虚空を掴んでない？エンダーマンとしての習性が寝転んでも出てるやで。それほどまでに追い詰められた状態ってことだよ。頑張れん。そうね、早く直してあげないとね。いや、普通に寝れるんかーい。それでは、肺の方を集めさせていただきます。ちょっと待ってアベル、どうやって？方法は簡単、こちらのペンチでポチッとするだけ。なんだそれだけでいいのかやで。なるほど確かに簡単ね。ってそんなので納得できないわ。まあまあ、この羊で試してみようか。はい、このようにモグの中身を見れちゃいます。うわぁ、思ってたよりリアルだな。縁は肺が悪いって言ってたよね。とりあえず肺はもらうとして、他に何が必要かな？おいアベル、何してるやで？この大量にあるよくわかんねえ肉でももらうとするか。なんとなく予想はできるんだけどさ、心臓を取るとどうなるの？面白い着眼点ですね、素晴らしい。それでは、皆様の疑問にお答えしましょう。死にました。死んじゃったか。お前ら羊を命で遊ぶなやでー。当てね、反省しな。実行犯はお前だよ。反省したので、牛の中身をもらうことにした。まあ、そこまで羊と大差ないか。てか、その大量の部位いらないだろ。一応焼けば食べられるんでね。しかし俺はポテト教の人間、浮気などして許されるのか？いいから肺を優先しようか。取りすぎると牛の体に悪いやで。よし、二つ目の肺ゲットだぜ。そもそも疑問なんだけど、動物の肺で大丈夫なの？ふむ、確かにそこは気になるが、チャレンジ精神って大事やん。そうね、やってみなきゃわかんないか。悪魔のような会話してるやで。あ、村人さんじゃないですか。最近どうですか？肺とか元気です？その質問は意味わかんねえよ。てかあんた、まさか村人の。俺だって両親が痛まないわけじゃねえ。でも縁のためには仕方ねえんだよ。もう、後戻りはできないやで。覚悟はいいんだね。これが人の中身。パッと見動物と見分けつかねえや。構造的には、人間の方がエンダーマンに近いのかな。ほら、肺だけ早く抜き取って。了解、肺をペンチでブチー。これで三つ目の肺ゲットだ。ちょっとアベル、さすがに心臓はやめとこ。踏みとどまれやでアベル。俺の好奇心、やめるんだ。そんなわけで一旦戻ってきたぞ。何やつ？お前の家にはモンスターしか来ないのか？スケルトンの中身を盗むチャンスやで。いやスケルトンって。相談に来たなら許してやったが、そうじゃないなら中身を置いてけや。いやん中身スカスカ。そりゃそうだろうな。こんな奴からもらえるものなんてないんだよ。面倒だ全部取ってやら。平気なんですか？一体どこの骨を取ったの？不死身の骨野郎やで。ふう、手こずらせやがって。それはそうとエン君はそこで何してるの？ベッドで寝てなきゃダメじゃない？すみません、苦しくて苦しくて、暴れそうになるのを抑えたかったんです。そうか、そこまでなのか。アベル、早く手術してあげよ。三つのどれかに正解があるはずよ。つまり失敗もあるってことやで。それじゃあエン君、痛いかもだけど我慢してな。はい、頑張ります。まずはどの肺から試すの？最初は羊の肺からだね。確率の低いやつから試していこう。いやいや逆やで、普通は確率の高いやつを優先するんやで。難しいことはわかんないなぁ。ああ、やっぱり構造は人間と似てる。羊の適性はあるのか。それでは、入れ替えを行います。
どうだ、縁どんな感じだ？あがが。おーん、ねえちょっと変なもやが出てるよ。大丈夫なの？やばそうやで。ねえ。羊になっちゃった。いや失敗じゃね。ワイは仲間が増えて嬉しいやで。うん、ダメそうだね。やはり人間の肺が成功率は高いか。まともに会話できなかったらな。そもそも、エンダーマンって人間なの？エンダーマンの前世か。テナガ族と似た何かを感じるぜ。エンくんどったの？ちょっと落ち着いて。人間、殺す。人間、消滅させる。あっせいこりは。羊の時よりも暴れ回ってるけど、やっぱり羊の肺に戻すやで。いえ、別の肺を集めてきます。人間皆殺しだ。クリーパーの中身チェーク。クリーパーってこうやって構成されてたんだ。多くの原木に葉っぱ、いやいや色ぐらいしか要素ないだろ。これがクリーパーの核となる部分。これを取ればクリーパーは、やるのかやで。ぶちー。ついでに原木も取っちゃうか。へ？クリーパーがダメージ受けてる。原木なの？クリーパーの核は原木だったですまる。てか手術に使うとこがねえよ。まあ、肺なんてなさそうだし、残るはゾンビぐらいか。いや肝心のエンダーマンが残ってるやで。確率高いのは後回しじゃ。ほらゾンビくん痛くないからねー。うわ、色きたな。これはさすがにヤバいんじゃない？全部腐っちゃってるからね。まあ一応いただいておくんですけどね。トライ&エラー精神よ。エラーの未来しか見えないやで。いたよ、エンダーマン発見だ。いやなんで攻撃してるんだよ。違うの、体力高いとペンチが使えないの。あ、そうなんだ。てか、急がないとどんどん敵が来るよ。頼む、早く灰を提供してくれ。よーし、いただいちゃうぞ。なあ、ベル、縁を助けるために他のエンダーマンを犠牲にしていいのかやで。確かに、それは、わかるよ。メメの言いたいことはすんげーわかる。でもな、縁からは治療代がもらえるんですわ。マジで最低だなお前。ゴミクズやで。さあ、縁、新たな灰を持ってきたぞ。まずはゾンビの灰から。なんでやで、エンダーマンの灰でいいやで。いや、メメ、それはゾンビに失礼でしょ。せっかくいただいた灰なんだし、そんな失礼なこと俺にはできねえよ。本音は？縁の反応が気になるし試してみたいんじゃ。ああ。ゴミのクズやで。ほんと最低ね。待って、アテネもこっち側だったよね。縁、アベル。失敗だ、じゃ。まあ、100% 失敗するだろうな。あがが、心臓止まる。バチが当たったんやで。さて、おふざけはここまでだ。ふざけてたんですか？違う、言い間違えっつうかなんつうか、真面目と書いておふざけと読むじゃん。読まないが、まあでも、次で確実に治るからさ。ここが正念場やで。急いで新たな肺に入れ替えまして、よーし、これで手術完了。元の悪かった肺は交換できたよ。調子はどう？はぁ、まだ少し、苦しい。さすがにそんな一瞬で感知しないか。あ、いや、でも、呼吸が落ち着いてきました。お、よかった。あが、ほへ、縁が消えたやでー。縁だけに言うてな。お前状況理解してんの？はい、すみません、急いで見つけます。縁、どこに行ったのよ。縁、お前こんなとこに。大丈夫だよね。いつもの修正が出てるし、きっと生きてるやで。ベッドまで運んでやるからな。ほら、アテネそっち持って。一人で十分でしょ。なあ、俺の非力さを舐めてんのか？ああ、そっか。目覚めてくれ。せっかく新しい肺になったのに。目覚めなかったらお前たちのせいやで。ここは。あ、アベルさん。肺は大丈夫？息苦しくない？あ、はい、全然息苦しくないです。そっか、怪我は治ったみたいだね。突然消えるからマジ焦ったよ。こっちの心臓に悪いって。でも、これで今回の相談は。はい、無事に解決できました。本当にありがとうございます。へへ、いいってことよ。みんなも困ったことがあったら、アベル相談所まで来てくれよな。その前に家を完成させよっか。この過程を見て誰が来たいと思うんやで。といったところな感じのところで、のし。